はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティーです。さあ、ポケットモンスター青、バーチャルコンソールバージョン実況プレイ、やっていきたいと思います。今日はですね、四天王直前までやってきたんですけれども、ちょっと寄り道しまして、こちらのポケモンゲットしていこうかなっていうふうに思ってます。やっぱ、山頂は揃えてなんぼだよねっていうことで、頑張っていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ギャーにゃーにゃー、かっけーじゃん。レベル50、睨みつけるさん。倒さないようにね。どうやって捕まえようかなって。簡単ですよ。炎タイプはこの時期凍るはずなんで、凍らせます。以上。確か凍るよね。そういうなんかないよね。ただ、残念ながら、まあ、炎の渦なんで、これちょっとね、ある程度使わせないといけないなっていう感じはしますよね。PP がなくなるまでは、だいぶめんどくさいんでね。はい。いやー、5連攻撃とかしてきますからね。この頃の炎の渦は本当に、先手取れてれば、一生打ってれば、ね、ずっと身動き取れないマンですからね。これずるいなぁ。まあ、一応交換はできるっちゃできるんですけど、どうします？交換します？交換したところでなんですけどね。悪魔投げます。はい。やめて、物理に切り替えないで。強いんだ。おーい。つつくでこんな入るとかさ、いくらファイヤーでもおかしいでしょ。おーい。なんでさっきまで今一つ技打ってきてたのによ。はい、歌う。あっ。どうしたらいいの？急所当たりすぎなんだよなぁ。小さくなる。先に小さくなる積んで、ちょっと猶予ターンも出そう。猶予ターン作りましょう。オッケーオッケーオッケー。で、小さくなる覚えたんですよ、レベルで。以上。報告以上。で、どうしようかな。つつく。はい。この辺。マジ、エグすぎるんだが、本当に。いや、いくらラッキー B 低いっつったってさ、つつくだぞ。つつくや、ちょ、当たりすぎ。当たりすぎなんだが、歌え。よし、外れた、ナイス。あった、よしよし。で、寝たのはいい。寝て、どうしよう。あ。そうでしょ。まあ、小さくなる連打して、たまに歌う。そう、たまに歌って、小さく積めばいい。そう。で、急所に当たるか当たらないかみたいな、そういう勝負にして。マジで、早起きか。特性早起きか。プレッシャーじゃなくて早起きか。早すぎるだろう。両方速端起き？よしよし、やっと寝てくれた。いいですね。とりあえず、悪魔のバブル光線がどれぐらい入るか。あー、まあ、悪くないですね。これはでも、わりかし、パターン入ったっちゃ入っ。いや、突進だったら多分大丈夫。うふん。あ、急所でこれ。もう一発いける。はい。よしいいぞ、ちゃんと計算できてる。まあ、あとは歌うが決まって、もハイパーボール投げればそれでいいだけの話。よし、あとは間違えんなよ。歌う。よし、入ってく。あぶねえ、マジで。さあ、では、ハイパーボールぶん投げの時間がやってまいりました。27個ありますからね。いけ！ハイパーボール！は？ま？え、それ、ま？え、ま？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 マジで。おや。これはまずいですよ。お！ファイヤー、ゲットだぜ！ピピカチュー！意外と余裕でしたね。ファイヤー、火炎ポケモン。昔から、火の鳥伝説として知られる。羽ばたくたびに羽が明るく燃え上がり美しい。なお弱い。はい。まあ、ボックスに送りますけどね。よし。
じゃあとりあえず一匹ゲットできましたよと。じゃあ別のポケモン捕まえに行きましょうか。さあ、ということでやってきました。こちらです。無人発電所ですね。岩山トンネルの南ってやつですね。いやー、いい BGM だなー。ちょっと亀山はあれですね、ちょっとタイプ相性的にここあんまりよろしくないので。誰育てようかな。長友育てましょうか。はい、やっていきましょう。ここはね、モンスターボールに話しかけると丸マインな、インドメタシンなんですよインドメタシンなんですよ。知らなかったでしょ、みんな。ね、あのね、なんですよ。だから普通にアイテムがね、手に入るんですよ。あ、こいつに話しかけるとあれですよ、エフェクトガードですよ、エフェクト覚えてないね。バグバグボーグ、レベル40、高っ。さて、こっちの方に歩いていくと、あー、アイテムがありますね。これあれですよ。あの、10万ボルト。いやー、なかなか予想って当たらないですね。あ、これビリリ玉です。これビリリ玉です。これ。ほらー、やっと当たった。あ、違った。おー、ここに PP マックスあるんだ。へー、なんかありそうだなって話しかけたらあった。そうなんですね。PP マックスはまあでも、なんかもったいないよね。初代の PP マックスって結構もったいないイメージありますよね。まあまあまあ、先へ進んでいきましょうか。ちくしょう、まじ、絶対1個ぐらい当ててやる、これ。もうね、絶対1個当てるから。これどっち行くの順路でしたっけ？下順路じゃないですよね、多分ね。あ、そうだよね。これ穴抜けの紐です。難しいなあ。リフレクターってここにあるんだっけ。でもリフレクターって確か買いましたよね、玉虫デパート。じゃあこれあれだわ、穴抜けだわわざとだろ、ここまで来るとマジで。あ、そういえばここって野生のポケモン何出てくるんですかね。ピカチュウはまあ出てくるとして、コイルレアコイルビリリ玉ワルマイン、エレブーは、あ、エレブーって出てくるのかな。当てましょう。もう当てに行きましょう、これは。丸マイン。と思うじゃん？丸マインですよ。ビリー玉じゃないですよ、これ。ほら。もう分かった。分かった。こいつビリー玉。こいつビリー玉。おら、来た！やった！やっと当たったぜ。ありがとうございました。やったー！当たっちゃった？ああ。さあ、それでは、話しかけたいと思います。山頂二人目。ギャーサンダーサンダーサンダー、なんかすごいビッグバードみたいな気がしてあんまかっこよくないね。なんかダサいね。なんでこんなダサいの。ちょっととりあえず小さくなるわ。電気ショックだー。悪魔様の、あ、強っ。あ、急所だよね、急所だよね。そりゃそうだよね。そんな悪魔相手にこんな入るわけねえもんな。サンダーの電気ショックごときが。ドリック、あ、嘘でしょ？マジか！マジか！ほう。ほう。ほう、マジっすか。電気ショック。いや、これは凍らせればいい。凍らせればいい。一発も入るから。あ、全然入らない。はいはいはっはっはっは、甘いんだよ、サンダーさん。そんなもんなんすよね。残念だったね。これちょっと倒さないようにね。よし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 。もうこれはボール投げてれば勝ちですもんね、これね。あとは、24個あるボールが、の中から1個ゲットできればそれで終わりの話ですから。いや、これはもういただいたも同然でしょ、これは。マジか。いいところで氷引きますね。全然入らない。なんだこれは。入れ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 。じゃ、マジで？おや？おやおやおや？いや、雲行きが怪しくなってきましたよ、これ。ちょっと、急がないと溶けちゃうよ。溶けないけど溶けちゃうよ。ボールがガチガチ氷に当たってるからさ、砕けちゃったりしますよ。あ！サンダー！ゲットだぜ！ピッピカチュー！両方一発ですね、今までね。サンダー！電撃ポケモン！
雲の上から巨大な稲妻を落としながら現れる伝説の鳥ポケモンである。じゃあファイヤーは伝説の鳥ポケモンじゃないんですか？違うんですか？伝説って書いてなかったですよ、あのファイヤー。はい、っていうことで以上無人発電所でした。あ、ちょうどいいところで切れましたね。双子島、それだけ？シンプルイズベストすぎませんかね。はい、さあということでやってまいりました、双子島でございます。まあ、やっぱ双子島といえばね、ラスト一匹のあいつがいますから、ちょっとあいつをねしっかりゲットしていきたいなというふうに思ってるわけですけど、ちょっと正直双子島はどうやって持ってったらよかったかっていうか、フリーザーのところまで行ったらよかったか割とあんま覚えてないんですよね。とりあえず上から岩をガンガン落としていきながら、最終的にこう水路のなんかそういうの止めるんじゃなかったでしたっけ、確か。どっちから行くのが正解だったかな、確かこっち先に全部落としきっちゃうが正解だった気がするんだけど、そうせないんだ、めんどくせえこれ。確かで流されて戻ってきてじゃなかったっけ、確か。全然覚えてないな。とりあえずこれ押しまくっていって、あ、で1個そうですよね、1個そこにあるんで、でただここは流れが速くて危険なんだけど上まで戻れないんで、確かここは神江山に乗って、あれそうだっけ、あ、ちょっとオルスプ足りないかもしれない、もしかしたら。それ一番嫌だな。ここはアイテムあるよね、ハイパーボール、覚えてた。まあ、これは分かりやすかったですね。波乗りしてどうやって、あ、ここから先が入れないんだ。はい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 。こいつだよね、確か。こいつを押して、でもう一個中段にあったそこの怪力ゾーンを押してくんじゃなかったでしたっけ？で、右側は出口だよね。で、ここだっけ？あ、はい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 。で、そこの怪力ゾーンをもう一回岩でやればいいんじゃない？これ実況なのかな？これは。実況プレイじゃなくて確認プレイな気がするんだけど。はい。で、押して、で、ここは右側から押さないといけなくて、で、これ一個押して、ここちょっと細かいんですよね。で、先に、こっち一個押しちゃわないと確か押せなかったはずだから、で、これで一個押しちゃって、でもこう見るとさ、言うて初代のそれってそんなに難しくないっすね、実際。で、これで確か岩二つ落ちたんで、流れがせき止められたはずなので、で、そっちから入って、で、ここ入って、じゃない？で、波乗りすんじゃなかったっけ？おー、オッケー、いけた。結構あっさりいけた。よかった。はい。いやー、ということで、ちょっと、微妙に時間かかりかった感じもしないでもないですけど、頑張りましょう。ラスト一体、フリーザー戦ですね。じゃあ、まずレポートします。はい、では、行きたいと思います。フリーザー。ギャーオー！今のところね、ファイヤーとサンダー、両方一発で来てますから。でも、このフリーザーは結構見覚えありますね。僕、フリーザーね、初代のポケモン、一番最初にやった時は、旅っぱ入ってましたね。やっぱ強かった、フリーザーは。あの頃のフリーザーはマジで強かった。え？あ、急所だよね。あ、怖。マジで悪魔の耐久、あれ？もしかして、氷、いや、氷特殊だよね。いや、氷特殊だと思うよ。レドビーも外していく。とりあえず歌う。あ、つつく持ってる。当たらない。あ、やばい、つつかれる。多分つつくの方が入るよ、それ。あー、いや、でも、そうか。フリーザーはそんなに A が高くない、確か。ファイヤーほど高く、当たれよ当たれよ、向こうのつつくとこっちの歌う、いや、大して命中率変わらないと思うんですけど、10%、15% ぐらいしか変わらないと思うんですけど、さすがにこっち、小さくなる一回積んでるんで。ちょっとマジ大丈夫か。
ちょ、小さくなる先積むか、ちょっとさー。悪魔さーん、あなたなんで私のパーティーに入ってるかわかります？このためにあなた入ってるんですよ、私のパーティーに。あなたレベル40までなぜ僕が上げたかわかってますよね。珍しいからじゃないですよ。俺はこれを計算してラッキーちゃん入れてる。ちょ、当たりすぎなんだよな。当たりすぎ。よ、ああ、やっとね。やっとですね、やっと。ふーって感じですわ。ただまあ、ファイヤーと違って相手氷飛行タイプなんで、バブル光線全然入らないと思うんで、ちょっとだいぶターン数は稼がざるを得ないですね。はい。まあ、とりあえず小さくなる6積みしましょう。かなり耐久戦になると思いますので、フリーザー戦は。いいっすね、いいっすね、いいっすね、いいっすね。で、これで5回目ですね、確かね。はい。で、しっかり6、あ！来ましたね、バッチの効果発動して、こっちの方が早くなりました。いいですよ、これ。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。こっから結構悪魔無双入るんじゃないですか。これが旅パの強いところですね。はい。さあ、寝ている。エスコレ逆転したので、とりあえずバブル光線打ってきます。まあ、20回打てれば、削り切れるでしょう、おそらく。はい、2回目。急所がどれぐらいか、先に知りたいな。そう、特殊がどれぐらいはい。とりあえずバブル打ちます。オッケー。よし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 。あとは、歌うが当たって、よしよしよし、当たって、あとはハイパーボール投げればいいですね。で、あとまた起きたら、歌えばいいと。よっしゃ！いや、マジか！え、ワンパートに収まるくない？これもしかして。20個。いや、20あればいける。さすがに。さすがに20あればいける。さすがに。さすがに大丈夫だろう。言ってくれ、むしろ。2、はい、2。いや、いけるでしょ。いけ、3。3、はい、3、3、3。大丈夫。10個ぐらいまでは、あぐらかいてみとけ、みんな。大丈夫だ、10個ぐらいまでは。はい、4、はい、来たー、はい、神ー、フリーザー、ゲットだぜ、ピピカチン、フリーザー、冷凍ポケモン。雪山で寒くて死にそうな時、目の前に現れると言われる伝説の冷凍ポケモン。やっぱじゃあファイヤーは伝説のポケモンじゃないみたいですね、これ。ファイヤー違うみたいだわ。よーし、ということで、なんと山頂軽々しくゲットできちゃいました。やったぜ。こんな簡単にゲットできると思わなかったですけどね。よし、じゃあもうやることはやりきった感じあるんで、あとは四天王ちょっとぶっ倒しちゃいましょうね。はい。さあ、ということで、ではまた次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。